はい、近藤です。今から丸橋というテクニックをエレキギターを用いて表現してみます。今私が持ってますのは玉清秋といいます。新加賀流の高泉伊勢の神藤原の信綱という人が、今から400年以上前に示した伝承です。いつも申しますように、この玉清秋には例えば計りごとを威迫の中に巡らし、勝ちを千里の外に消すとかね、あるいは必勝まさに打たんとすれば早飛びて羽を収む、猛獣まさに打たんとすれば耳を伏せ伏す、成人まさに動かんとすれば必ず愚色あり、つまりね、物事が起きるその事前のそのまた事前を知る、これを使いませんと相手の先手がもろに当たってしまいます。ここは大事なところで、物事の先手を取るんじゃないんですよ。物事の先手の先手のそのまた先手、こいつを取るんです。それには肉眼の観察力を用いていれば後手に回ってまず不可能なんです。ですから肉眼を用いることなく、人間に内在する意識の奥の奥のそのまた奥を使って敵に対する察知あるいは事前の行動を取ることを訓練いたします。理屈ここまで。さあやってみましょう。はい、近藤です。丸橋あるいは骨音骨源と言われているテクニックをエネルギー体を用いてやっています。まずルールを説明します。基本的にルールないんです。どこを切ってもいいんです。確実に当たるとこの方が思われる距離まで詰めてもらいます。そうです、確実に当たります。どこを打ってもいいんです。それを私はこの人に深層意識下でミスを私の意図で故意に誘発して逆に打ち取っています。1秒後に入ります。5回ほどやってみます。でした。丸橋です。同じことをこの方でやってみます。確実に当たる距離まで詰めてもらいます。1秒後にどうぞ。でした。では今度私がトレーナーをしてみます。どうぞ。どこ切ってもいいんです。確実に当たる距離まで詰めらせていただきました。はい、以上です。どうぞ。確実に当たる距離まで詰めらせてもらいました。おー、かなかったですね。でした。さて、どのようにして深層意識、つまり人間の意識には、海面で言いますと、海面から首を出して、下界をよく見る能力、観察力、こいつを使っているのが表層意識。次、
中間意識、意識の内部に自分を送り込んで、外の景色が何もわからない状態、これが中間意識です。深層意識はこの中間意識層をどこでもよろしい、横でも縦でも下でもよろしいんですけど、奥深く行った時にこれ以上意識を送り込めない場所に到達します。潜水艦で言いますと陸に当たってしまったわけです。海底のね、これ以上いけません。ここで察知する物事の次元と次元の次元のそのまた次元というのがあるんです。いつも言いますことですけどね、引き潮と津波、これに合わせて動作をする人は 100% 強い人にはやられてしまいます。引き潮と津波、津波の正体は何か、津波じゃないんです。地面の底の底の海底の地殻変動で起きた振動が津波の本当の原因です。ここに中間意識を移動しながら深層意識に到達したものは、この私が置いている手のひらからある振動波を察知することができます。これがこの人の意識の起こりなんです。それを察知しますんで、この方の中間表層、まだこの胃が動いた時には自分の意識でありながら中間層も表層も全然意識は察知できずに、何が起こったかはこの人自体もその瞬間にはまだ理解してないんです。理解してるのは私だけです。その瞬間に動くのが丸橋、もっぺん先生の取り方をやっています。はい、どうぞ。私の方が先に動いとるのが見えるはずです。もっとやってください。もっと合ってますね。はい、首を落としました。というのが口で説明できるやり方なんですけどね、お二人やっていただきましょう。失礼します。はい、ご覧になっていただいたら分かりますように、後手に回っているんです。注意力を外に放射しているからです。そうじゃなしに注意力は内部に放射するんです。言い換えると相手のことが何も分からない段階を経て、それから先手を取れる能力が発揮されます。間延ばしは敵に対して人への技を出します。人へというのは一つの重なり、言い換えると後半、ちょっと来てきて、ゆっくりお願いします。後半してるだけなんです。相手はね、この後半の時にねフェイントをかけるんで、後半した途端にどっか来てね、これやられてしまうんです。これは避けるというね、間違った武術の動作を仕込まれ通しておくほど簡単に打ち取られてしまいます。つまりね、武術においては受けの稽古は一切したらダメなんです。
その代わり何をするか、受けたと見せかけて相手の動作を封殺します。その時には次の瞬間、要するに1000分の1秒で受けたふりをして、その瞬間には、次の1000分の1の瞬間に身を45度以上旋回させて、次の1000分の1秒の使って相手を打ってます。要するに1000分の3秒を使ってはダメなんです。うん、万発かやってみます。聞け、動作が2発打ってね、この今ここに私の正中心力が落ちています。これを基準にしてやりますとね、動作がめちゃくちゃ遅れます。ちょっと叩いてねって、ポンってやられました。はあ、じゃあ何をしとうか。ここがテクニックの始めじゃないんです。どこか、ここじゃない、どこかが始めで、僕の体にエネルギー体が着電した場合、そのエネルギー体はすでに非常に速い秒速で動く物体の運動エネルギーを持っております。でないとね、こっからこんなことやっとってね、まずこれが効果ができませんわ。私がちょっと打ってみますね、この方を。こう効果できるかね、見といてね。できてませんよね。ご覧になって分かるけど、ここからあまり動いてません。それはこの方がこれを意識として始めているからです。もっと運動エネルギー、自分の動作の始めの始まりには運動エネルギーの最高速度を身にまとった状態からでないと、こういうことが全部できないんです。武術はど素人ほど何でもできると勘違いしています。何もできないんです。うん、ラスト持ってやってみます。できた。以上、丸橋説明終わります。